こんにちは。刑事チャンネルと申します。初めての方は、初めまして。いや、今日の動画は、初めての方は、あんまり来ないかな。まあ、動画のタイトルにもですね、ありましたように、ちょっと、今回はですね、私のチャンネルの登録者様、まあ、もしくは、まあ、いつも見てくれてる方にですね、ちょっとお礼を言いたくてですね、動画を作らせていただいてます。先日、何日前だっけな、見事ですね、登録者数が、僕のチャンネルも見事ですね、1000人を突破しまして、今1050人ちょっとぐらいなんですけれども、ちょっとすごいキリが悪いタイミングではあるんですが、なんかコメントでね、1000人突破おめでとうございますとか、言ってくれてる方もいらっしゃいまして、まあ、それには直接コメントで返信はさせていただいたんですけれども、やっぱりちょっととこう、ちゃんとね、ちゃんとした形で、お礼を言いたいなぁと、思ったのと、あとはまあ、コメントで、おめでとうございますって言ってくださった方も、そうでない方も、ね、なんとなく、あ、1000人突破してるじゃんって思ってくれただけの方もいますし、まあ特に全然気にしてない方もいらっしゃると思うんですが、まあ、どちらにせよまあ、見てくれてる方々がいたので、まあ、こういうですね、結果を出せることができたということで、この場を借りてですね、私、刑事チャンネル、まあ、1000人突破しましたということで、本当に、ありがとうございました。いや、なんか不思議なものでね、僕が YouTube で動画を出すようになってから1年なんですよ。大体1年なんですよ。で、最初の頃はね、あれ、あいつをただで iPhone で撮っただけなの。よいしょー。こいつ。こいつをね、ただ iPhone で撮っただけの動画をね、アップロードしてたんですよ。何個か。今もうそれ消しちゃったんだけどね。だってそれただ撮っただけで意味なかったから。なんかそれをやり始めてからね、なんかこう、見てくれる人のレスポンスがあるというかさ、反応がすごい楽しくて、ちょっとこう、いろんな動画を作っていくうちに、今の形になって、ですよね。今の形って言われてもちょっと何言ってんのかピンとこないんですけど、最初はもう YouTube の僕のこのチャンネルで何をやろうかっていうの何も定まってなくて、ただなんとなくこう猫を撮ってただけ。今はですね、まあ、別の動画でもちょっと触れたことがあるんですけど、まあ、見てくれる人がちょっとでもね、楽しんでくれたり笑ってくれたりね、なんか今日疲れたな、ほんと明日しんどいなって思ってる人がほんの少しでもね元気になってくれたり、もしくはなんかこう、ちょっとでも役に立てれば、例えばまあ、ゲームのね、発売日の情報を言うとかっていうのもなんかゲーム気にしてる人にとっては、ひょっとしたら役に立つんじゃないかなと思って、まあ作ってたりします。あとは、たまにパチスロの動画を出してるんですよ。パチスロを否定してるわけではなくて、ギャンブル依存症で困ってる人が少しでも減ってくれたらいいななんていうのもちょっと思ってて、なので、まあそういう、ややなんか取り留めのない動画をね、いろいろ作ってるんですけど、基本的にはなんかこう、見てる人を、ちょっとでもいい、癒せたらいいな、なんてちょっと思ってますね。だからほら、猫なんで、もう最高にね、癒されるでしょ。ね。わー、かわいいんだ、ほら。ね、どこ見てんの？ね。だけどこれ猫の動画って俺なんか伸びねえんだよね。なんかね、とりあえずこうちょっと猫アップにしといて、ちょっと、これをサムネイルに使おう、今回は。おー、いいね。よし。はい。まあ、そんなわけですよ。いやーね、ほんと、自分が動画を投稿し始めるようになるなんてね、1年半前とかって全然考えもしなかったことですよね。考えもしなかったんですけれども、まあ、あれよあれよとハマってしまってですね、まあ、1年間ずっとやり続けた趣味みたいになってしまってますけれども、ぜひですね、これからお付き合いいただけたら嬉しいかななんて思います。まあ、1000人いるさ、登録者の中でさ、アクティブユーザーってさ、多分半分ぐらいですよね、でもね。半分ぐらい。ね。もうなんか、登録は解除してないけども、見限ってる人たちっていうの、多分ね、たくさんいたりはすると思うんですけど、まあ、それもそれで、まあ、しゃあない。でですね、今回から、ちょっと新しい目標を作ってやってみようかな、ちょっと思ってるんですよ。はい。刑事チャンネルなりに。新しい目標、それは何かというと、登録者数、100億人目指して頑張っていきます。世界の人口を超えてるって大丈夫じゃないですか。
皆さんがアカウント10個ぐらい作っていただいて、やっていただければ、あ、それでも、10億人必要か。10億人を目指して、頑張っていこうかなと思ってますね。はい。いやいやいや、それぐらいやっぱり、気持ちは高く持っていった方がいいと思います。はい。そしてですね、ぜひ、どうですかね。尻尾じゃなくて。皆さんも、動画をね、投稿してみてはどうですか？ね。見るだけでも楽しいと思いますけれども、投稿したらもっと楽しいですよっていうことで、ぜひやってみてはいかがでしょうかっていうのが僕からのおすすめです。ね。ね。ごめんなさい、今回はね、何も台本考えないでいきなりこう撮影を始めたもんですから。ね、トークのキレがなさすぎるっていうね。皆さんからの痛いご指摘とかもね、コメントでいただけたりするとまあ嬉しいわけじゃないですか。ね。いやでもね、まあ、こっから、まあ、はい、もう、こっから、ここで、終わり。ここで、建前的な動画、一回終わり。はい、こっからね、本音トークでいこうかな、じゃあ。本音トークで。まあ僕は常に本音しか言わないんですけどね。1000人、登録者1000人。しょぼすぎるだろう。しょぼすぎるだろう。いや、1年で1000人って十分だと思いますよ。十分だと思う。僕としては十分だと思う。僕がね、生まれ育ったで、町はね、小学校、中学校、高校の全部の人数は合わせても1000人いかないぐらい、ちんけな町で育ったんですよ、僕は。ね、1000人っていうことに対して、ものすごく大きな数字っていうね、実感をもっと持つべきだとは思うんですけれども、なんだろうね、これなんかね、僕同じこといつも言ってるんだけどね、初めて半年とかで5000人とか言ってる高校生とかいるやないか、これ。ああ、高校生だよ、高校生。やっぱ若さには勝てないのかね？若さには勝てないの？嫌だ。若さなんていらない。人が、年を重ねたこの、渋み。こう、果実で言うともう、すっかり蒸れちゃって、くたくたになっちゃった感じの、その、甘酸っぱさ。それを出していくのがこのゲスチャンネル、なのよ。それなのにね。開始。してから、半年とかで、5000人、1万人とかね、普通にいるわよね。僕の積み重ねてきたこの、人生とは一体何だったのか、思うわけじゃないか。ね。ほんとね。あ、そうそう。なんかそういう話題でちょっとなんか近いのがね、最近あって。なんだっけ。僕あんまり見ないんだけど、ニコニコ生放送。ニコ生で、生放送を始めて3日間で10万人の来場者を記録したっていう、ね、人がいたと。それ超可愛い女の子。何どれだけ可愛いのよ。ピッとこう見てみた。可愛いじゃねえか、畜生。可愛いじゃねえか、畜生。なんだよ。今日可愛くないと人来ねえって話なのか。え？ダメか。これ本気のこれこの感じじゃ人集まんねえか。ここには今、僕は言わせてもらいますよ。今はね、僕のチャンネルを登録してくれてる人はちょっと変わってる人だと、ちょっと変わってる人だと思ってますからね。変な人ですから。普通じゃないですよ、君たちは。あなたたちはちょっと普通じゃない。このチャンネルよく登録する気になったね。まあでも、ほんと、感謝してます。いや、だって普通ならさ、なんか可愛い女の子の放送に行くわけじゃないですか。で、なんか化粧配信とかやってる子もいるよね。これ見て思うよ。かわいいって思うよね。思うよね。もう登録押しそうになっちゃうもんね。いや、待ってよ。俺、化粧のこと、見ねえな、みたいな。なんとか踏みとどまるわけなんですよね。まあ、そんな感じですけど。あれ？後半愚痴しか言ってねえな、これ。愚痴。お前また愚痴ばっか言ってんのかいな。なんすか？いやいやいや、応援に来たんやで。まあ、協力してもらいましたからね。本当にありがとうございました。お、なんや、どうした急に。まあ、どうしたもう時空の壁を越えてやってきてくれたもん。そうや、過去から来てるから。感謝せえ。ええ。はい。まあ、そんなわけで。さらっと流すな。まあ。もっと絡めよ、俺に。今後も続けていきますから。これなんだ、この動画は。なんだろうね、この動画は、ね。見切り発車したな、お前。まあ、こういうたまにおかしな動画作っ
ってゴミみたいな動画を上げちゃうこともあるんで。全部おかしな動画で、全部ゴミやで、お前の動画は。はい、10分、10分ですね。キリがいいね。終わりますね。せやな。はい、じゃあ、次回の動画でまた会いましょう。じゃあね。ありがとうございました。じゃあね。刑事チャンネルの動画を、ご視聴いただきありがとうございました。もし気に入ってくれましたならば、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。携帯電話、スマホの方は、動画の下のところにチャンネル登録ボタンがあります。パソコンの方は、この辺に登録っていうボタンがありますので、皆さんぜひコメントの方もですね、ぜひ書いていただけるとすごく嬉しいですね。動画のモチベーションになりますので。ではご視聴ありがとうございました。じゃあねー。